ミス・ユーツアー。それは、2023年10月4日に発売予定のアルバムを引っ提げて開催される全国ライブツアーです。今回のライブは、全国を回るホールツアーであることから、チケット争奪戦が激化している状況です。今回は、そんなミス・ユーツアーの発表時の2チャンネル、現5チャンネルの反応を見ていきたいと思います。アルバム来たー。ツアーも来たー。新潟に来るから行きたい。ティザーの新曲めちゃくちゃエモくて好みすぎる。リフレック以降、重力、サントラと全部大好きだけど、自作もこりゃ期待しかないな。仕事終わっていつものルーティンで YouTube 開いたらビビったわ。ミスチル史上最も優しい響きのアルバムとな。アピールポイントみたいに永遠と生きろは入らないって公式でちゃんと言うのがなんかいいな。優しい響きと言いながら、ティザーの新曲はめちゃくちゃかっこよくてエモいというね。わら。本当、近年のミスチル大好きだ。てか、タイアップはまあ今後つくとして、シングルはやっぱないんかな。発表直後は、ミスチルの新アルバムとライブツアーの情報にファンの間で盛り上がりを見せていますね。スレミンの話題は、新情報からホールツアーのチケット倍率の高さに移り変わります。ホールなんか取れないよ。ダメ元で申し込みはするけど、ホールだし、土日ほぼ無理だし、無理ゲーすぎるな。チケットを取れる気がしない。ファンクラブ入ってたら、さすがに当選するでしょ。半円スタジアムファンクラブ選考を平気で落選させるミスチルだぞ。現実的なところで、群馬、長野、静岡あたりを狙うべきなのか？当たったらラッキーで構えとく。前回どれだけ当たらないか身をもって知った。てかホールなら一人一公演エントリーでいいやろ。どこでも倍率なんて変わらんし。ホールツアー終わったらアリーナとかドームとかでライブありそう？絶対あるよね。ライブツアーがホールで開催という情報を聞いたスレミンから、チケット獲得が困難だと絶望感満載のコメントがたくさんついていますね。ここから話はアルバムの中身について想像する声が上がってきます。アルバムすぐサブスク解禁はなさそうよな。なんとなくだけど、青いリンゴが一番良さそう。曲タイトルが今までのミスチルの曲のタイトルと雰囲気が違うな。やばい。マジで新曲がかっこよすぎる。そして泣きそうになる。フルどうなっちゃうのこれ。配信含めてシングルが入ってないアルバムは初めてだな。センスですらファンファーレあったし、全曲完全新規はほんと初だね。もうすでにタイトル見ながら曲調を想像するのが楽しすぎる。歌詞も今回はすげえ凝ってそうだね。13曲入りが嬉しい。10曲だと物足りなくてな。しかし、一気に楽しみが増えたわ。今年のミス・ユーツアーは、スレミンの想像通り、実際のチケット抽選は非常に倍率の高い争奪戦になっていますね。もしも今回のホールツアーに参加できなくても、近いうちにドームスタジアムツアーがあると思いますので、そちらもそちらで楽しみですよね。それでは今回の動画は以上となります。今後もミスター・チルドレンに関する動画をアップしていきたいと思いますので、チャンネル登録をお願いしますね。それでは良いミスチルライフを。さよなら。